耳にゃ。今日はね、耳がすごい発見したからね、みんなに教えてあげるにゃ。ここはね、熊本県の芦北町ってとこにゃ。ここはね、その、なんていうかね、名字が面白いにゃ。この今日はね、マップを使って説明するんだけど、この設定でね、この塩、漆、川って入れてやって、部分一致、この名字を表示、これで探索すると、この辺りかな、あれ、なんか集まってるにゃ。ほらほらほら、これ、塩浸しっていうところでね、名字にみんな塩がついてるにゃ。あと、漆ってついてるところもあるにゃ、これ。読み方わかんないけど、これ地名から多分取ってるんだにゃ。あと、ここは、鎌。鎌っていう字を取ってるにゃ。これね、どうして見つけたかっていうと、耳がね、このデータ分析して、この同じ字をね、使ってる人が集まってる場所っていうのを全国で探したら、なぜかね、この芦北町に多いっていうことが分かって、それで大発見したんだな、したんだにゃ。多分ね、このことはね、まだ、全然注目されてないと思う。だから、耳が発見したの初めてね。他にもね、ここは面白い名字いっぱいあるにゃ。今度はね、これね、つげって読むみたいなんです。だけど、この辺だったらね、つげ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 、この辺に多いでしょ？ほらほら、地名に、ほら、つげってあるにゃ。国祖の国にゃ、国がついてる名字ばっかり。ここに集まってる、あとね、間違えたにゃん。サイト町。これだと、ほらほら、ここにね、長木さんとかね、長森さんとかね、長いがつく名字が集まってる。これ長沢だからにゃ。あと、ここも歳月、これも多分ね、地名から取ってるにゃ。あと、一、坂。ここに集まってるにゃ。これもね、一ノ瀬っていうところで、まあ、字は違うんだけど、多分、音が同じだからね。一、死の死と数字の一。多分これも地名から取ってるにゃ。そして、坂。これ、岩井坂って読むのかにゃ。これも地名から取ってる。みんなここは坂がつくにゃ。これね、名字に、地名から名字取るっていうのは珍しくないんだけど、この地名から一文字だけ取るっていうパターンは結構珍しいかもしれないにゃ。しかもこの芦北町はね、そういうところがやたら多いんだにゃ。ほら、ここは、桑ね、桑。桑。あと、面白いのがあってね、白と木、白と木。これはね、多分、白木っていうのかな、白木っていうところにこれ集まってるんだけど、これ面白いですよ。白と木で、まあ、一文字ずつ取ってるんだけども、上白木と下白木っていうのがあって、上白木の人は白を使った名前。下白木の人は木を使った名前。こんな風にね、多分ね、暗黙の了解。いや、暗黙の了解じゃないね。多分ね、わざとやったんだね。そして最後もう一つ、立つうち。これも、多分地名から取った名前にゃ。立つうち、どこかにゃ。立つうち、立つ、立つ、立つ。あ、ここだ。ここはね、町の真ん中だから、多分いろんな人が集まってるから、こう、いろんな名字があるんだけど、多分みんなここから出てるんや。立川の立つを取ってる。あとね、ここは、うちだね。これも、地名読み方わかんないけど、これも地名から取ってるんや。うち取ってる。今ね、コロナ、ウイルスの影響で、だから現地行けないんだけど、多分現地の人に聞いたらね、多分ね、面白いと思うから、熊本の
足利田町ってとこだから、近くの人はちょっと行ってみたらいいかもしれない。多分ね、町の人なんかに聞いたら面白い話が聞けると思うにゃ。あとね、日本製紙古典辞典っていうサイトあるから、そっち見ると、この名前の由来も出てるんだけども、あの、宮本先生の、考えだと、やっぱり地名から取ってるっていうことなんだにゃ。でもこんなね、地名から一文字取った名字がこんないっぱいあるっていうのは、多分全国でここだけじゃないかと思うにゃ。ということで、今日はミミが名字のお話をしました。それじゃ、またねー。にゃー。